しい方です。はい、ということで今回はですね、今回はねこちらの袋があるんですけども、こちらですねセブンで買ってきたものでございます。ということでね、今回紹介するのはセブンイレブンで好きなものを買ってみました。イエーイ。まあ、正確に言うとこのセブンに置いてあるカゴ、はい、そう、カゴを1杯分なら何を買ってもいいという、はい、ということでね今回私爆買いしてまいりましたので、はい、皆さんに紹介していきたいと思います。はい、コンビニで爆買いは初めてだね。そうですね、はい、昔にね1000円で、うん、1000円だけで1000円チャレンジをセブンでしたんですけど、うんうん、それ以来ですねセブンは。そうだね、本当に撮影はね、うん、今回爆買いなんでちょっと量が多いのでね、ちょっと表情一つねパパッと紹介していきますね。はい、まあ、コンビニもね出かけ自粛前はさ、よく土日遠出してさ、はい、朝コンビニに寄ったりとか途中コンビニに寄ったりとかあるんだけど、最近はね、そうなんです、昔はねもうほんと朝ごはんとか本当にコンビニで買って東京とかに行ってたんですけど、ね、今の時期もう全く超久しぶりだったよね。だからそうだね、本当コンビニ自体は久しぶりすぎて本当ね。ということで紹介していきますね。はい、まず1つ目がねこちらでございます。はい、こちらはですねウーロン茶でございます。超冷えてる、はい、ウーロン茶好きなんですよ。はい、で今回このセブンイレブンのねウーロン茶を買ってきました。はい、飲んでいい？いいよ、喉乾いたでしょ。喉乾いた。あ、ちょっと待って、これも買ったんですよ、このアップルティー。あー、これさ、そっち飲む？飲もうかな。これストローとかさせてもよくない？ストローついてなかった？つけてくれなかったかな、あのお兄さん。スプーンしかないと思う。たまにね、優しい人はね、ストローつけてくれるんだよね。あー、ないかな。ないか、残念。熱でじゃあ飲みます。はい、いや、まず、あ、喉乾いたね。じゃあもうウーロン茶飲むよ。いただきます。はい豪快ですねめっちゃ喉乾いてるやん喉乾いてますね。そうなんです、超喉乾いててよかったです。はい続いてはねこちらのねワッフルをね2個買ってきましたね。こちらのワッフルを2個買ってきました。はい、これね今度ねダンスの練習をするんですけど、その時にね食べたいと思って買ってきました。はいはい、ということでまあ木曜日の話なんですけどね、木曜日ちょっとねはい遊びに行きます。遊びに行って、まあ、何人来るかちょっと分かんないけどね、参加できる人はちょっとダンスの練習、そう、ダンス練習をしましょうということ、まあ、公園とかで間隔を空けて練習します。はい、はい、ということでですね、はい、今回はねこのワッフル同様、はい、甘いものが多めなんです。しほちゃんは最近甘いものに目がない、ね、マジで甘党なんですよね私、うん、なのでこっから甘いですけどいいですかどうぞ続いてはですねこちらのねドーナツ4個入りこれ朝食べたいと思いました。朝はねまだ比較的ね食べやすいよね、罪悪感がね、罪悪感がないんだけど、うん、重いものはまあパンとかそんなのなんだけど、うんうん、なんか甘いものはいけるんだよね。続いてはですね、このチョコモナ、あ、バニラモナカジャムです。これ最近アイスの中で一番好きで、うん、ハマってるよね。ハマってます。で、あとね、このミルクアンマン、これ美味しそうじゃない？美味しそう、初めて買いました、ね、これ超美味しそうだなと思って。和菓子っぽい。そう、私最近ね、洋菓子も和菓子も好きなのデブカツやんですよね。まあまあだからね、甘いもの食べてると最近パパにデブカツって言われる。そうだよね、食べてる時にデブカツとか言ってさ、ね、パパだってさ、食べてるよ、うん、パパの一口はご飯一膳なんでうん、私はでも、なんかその、甘いものはいっぱい食べるけどね、うん、よし、じゃあ次にね、こちらのアポロです。こちらはリミちゃんに買ってきました。大好きだからね、作るのね。ですよね、私こういうのめんどくさくて。しほちゃんは全然だけどね、りみはほんと大好きなんで、お菓子作りは好きなんだけどね、うん、こういうお菓子好きじゃないのし、甘いものが好き、甘いものは好きなんだけど、お菓子はそんな、そうね、あんま食べないね。そうなのでね、りみちゃんにこれを買ってきてあげました。はい、続いてはですね、
こちらの生チョコ餅でございます。美味しそう。これね、あのね、中にね、お餅のチョコのお餅の中に生チョコが入ってるってやつ、超美味しそうじゃない。もう美味しそうすぎて、美味しそうです。だからわらび餅もあって、わらび餅と迷ったんだけど、バレンタインが近くてね、これ新発売って書いてあったの。だから迷ったんだけどこっちにしました。続いてはね、このエクレア、これはパパに買ってきました。でも1個もらいたいと思います、はい、これもね、あのエクレア、うん、シェアして食べる、うんうん、エクレア美味しそうじゃない。美味しそうと思って、ほんとこういうの大好きなのに。で、続いてはですね、アイ、またまたアイスなんですけど、ミルキーアイスモナカ。これね、昔じゃないか、最近ね、ママが食べてて超美味しそうだなと思って。これなんかね、私の部屋で、なんか私がね、勉強してる時にママがね、私の部屋のそばで食べ出して、はい、このアイスだって。そうなの、それで、何食べてんのって言ったら、あ、アイスとか言って。これ美味しいんです。なんかもちもちなの。そう、それでね、あのね、あるって言ったら、もうないとか言って。でなんかセブンでしか見ないんだよ ね、 だね、コンビニやってるよって言われて、うん、今度コンビニ行ったら買おうと思ってたんですけど、そうそうそう、最近出てきてなくてね、うんうんうん、やっと買えたっていう商品なんですけど、これ私まだ食べたことないんで味の感想とかは言えないですよね。美味しいんですよ。美味しいよね、美味しいって言ってたよね、はい、美味しそうだったので買ってきました、うん、でこっちはママで、こっちは私で、そう、はい、ママの分もね、買いましたよ。続いてはですね、こちらのね、一番のホイップのどら焼きを買ってきました。はい、好きそう。美味しそう。美味しそうです。はい。はい、マジで。でね、あのですね、カップケーキ、うん、買ってきました。まずこちら、鎌倉ショートケーキ。いちごです。おー、美味しそう。美味しそうじゃない？ちょっとね、この、これがあって見えないんだけど、ここにね、いちご、ジャムみたいな、いちごがなってて、こんな感じね、層になっててね、本当に美味しい。美味しそう。そう。で続いてこちらもね、バレンタインが近いからか新発売のね、このとろける生チョコ、うん、これピック刺さってんの、やばい、マジで超美味しそうなんです。美味しそう、やばいです、これマジで超美味しそうなんですよ。食べたいと思います。これ見た、この2つ見た瞬間に顔入れました。はい、これ一番最初に入れましたね。そう、これを一番最初に入れました。マジで、だからコンビニでね、買おうじゃなった時に、あのマジで甘いものを買うのは決めてたんです、うん、なのでまず甘いもののとこ行って、これを一番最初にカゴに入れました。もうマジで美味しそうで。で次はね、こちらのエクレアショコラですね。美味しそう。これはね、プチと違ってね、またなんかね、これちょっとね、なんか高級チックなんですよ、うん、こちらママのために。ありがとうございます。高級チックのママです。エクレアはママ。ね、必要より量なんで。そうなんですよ。パパはね、なんか量が多い方が好きだよね。一口って、あの、一合を食べるぐらいなんで。一合じゃないよ、一合。あ、一合一合を食べたらすごくない？さすがに一合を食べたらやばいよ。一膳もあのご飯一杯分ね、食べるぐらいなんで、うん、量かなと思って。はい、そうです。ママはね、こちらのね、はい、この美味しそうな高級チックなの買ってました。はい、ありがとうございます。すいません、一位です。で、続いてはね、リミちゃんのためにね、この皮むきリンゴを買ってきました。おー、リミちゃんリンゴ好きだからね。リミリンゴ好きだったよね。うん、好きだった。でも、もし嫌だって言ったら、このね、この生チョコをあげたいと思います。まあ、ちょっとはもらうけど。よし。でね、あの、もう多分甘いものはないです。もうないですか。あとは、うん、このね、朝食べようと思ってるこのサラダチキン、はい、これね、ハーブが一番好きで、うんうん、超えましたね。あの、ハーブ超美味しくて、このママにね、作ってもらおうと、あ、作ったよね、この前。でもハーブなかったんだよね。ハーブ入れられなかった。美味しかったです。うん、ね、サラダチキン最近ハマっててね、食べてるんですよ。で、あとはですね、紅生姜でございます。なんで紅生姜なの？紅生姜好きなんです。なんで紅生姜だけで食べんの？何で食べんの？今度ママが焼きそば作った時。あー、なるほどね、そういうことね。
え、でも紅生姜だけでも美味しいよね。美味しい、美味しい、確かに。もう紅生姜だけで食べようかな。美味しいよね、私紅生姜好きなの意外と。じゃあ今度焼きそばにしましょう。わーい。で、ラストこれなんですけど、これはですね、このスリーバンドって言って、まずね、このネックコーマー、こういうやつにもできて、首をまね、こう温めるやつ、うん、あとこのターバンみたいな、こういうなんか、うん、こういうやつ、はい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 、はい、こういう、覚えるくなってごめんなさい、こういうやつが、と、あとね、この帽子、リミがよくしてるような帽子になるスリーウェイのバンドです。こちらパパにいいかなと思って買ってきました。はい、じゃあちょっと見せてください。これは図を見た方が分かりやすいですね。まず首のやつと、はい、こういうなんか、そう、ターバン、前髪、ターバンみたいなやつ、あと帽子です、うん、ね、これ3つになるっていうことで、そう、3ウェイだから使いやすいかなと思って。パパはね、よく帽子使ってるんですけど、もうほとんど使ってます。冬は毎日兼用じゃない、リミ兼用なの。やばくない、兼用。でもなんか、マジのつけてる気がして、パパなんかね、リミのがあるとそれつけちゃうの。そう、なんか別に何でもいいやみたいな感じで、そうそうそう、あんまこだわりないんですけど、こだわりなくて、ただただもう髪の毛ボサボサだから、かぶってどっか出かけようみたいな、そういう考えの人なので、そうですね、帽子があったら何でもかぶっていっちゃうのか、はい、だからこれね、いいかなって感じで、ね、だからね、いいかなと思ってね、うん、買ってきました、パパのためにね。以上でございます。ということで、この辺も甘めだよね、もう甘め、マジで甘めで、はい、もう甘くないのはこの3つぐらい。そうだね、だよね、もう本当にほぼ甘めなんですけど、はい、まあ朝ごはんとか、まあ、アイスはね、はい、冷凍庫入れとけばいつでも食べれるし、はい、はいはい、ね、あとお菓子とかも今日の夜にね、食べようと思って、うん、はい、はい、ということでね、今回はね、セブンイレブンのね、カゴ一杯分を、はい、今回はたくさん買ってきました。はい、ね、入る分だけ買ってきました。はい、じゃあみんなで食べましょう。はい、みんなで食べましょう、はい、ということで、それではバイバイ。いや、甘いものが食べれるね。どれから食べる、どうしよう、ね、明日休みだしね。そう、明日休みだから明日の分も考えて、これとこれは冷凍できるから、うん、アイスは冷凍して、で、まずさ、やっぱ賞味期限が早いやつがいいよね、うん、どうしよっかな、マジで何から食べよう、全部美味しそうなんだけど。やばい、どうしよっかな、まあ、ゆっくり考えます。はい。